はい、では6戦目ですね。こちらはまた同じペアで、相手の方はベルンカステルとワルギリアですね。で、まあ投げたはいいものの、なんかあんまりできることがなくて、そうなんですね、ジャンエーせっかく重ねたのに、ボーッとしちゃって切り返しからダメージを食らっていくと。で、B ヤギ食らってしまいましたが、あれもちょっとバックスのタイミングを遅くするべきでしたね。で、真相を見てからなんか、普通に西振ってるって意味わかんないことしましたけど、あの場面では普通はロノエはメタ展開して近づいてから、金B からきっちりカウンターヒットからコンボをやってくるですね。なのジャンエーは上手いですね。まあ、つまり真相を見てから、きっちりコンボを決めようと。そうですか。あれは良くなかったな、グラムニシア。何やってんだろうって感じですが。で、相手の方にメタ展開されてしまいましたね。これは本当は切り返した方が良かったかもしれないです。アルギリアのアビリティのせいでね、相手の方にゲージが溜まってしまうんで。で、まあ、こっちもとりあえずぶっぱしちゃえみたいな。まあ、あんまりこの状況でぶっぱ合戦はどうなんだろうって感じもしますけど、とりあえずはアルギリアじゃない、ロの上のゲージを5ゲージ溜めて、チェンジしていきましたと。で、なんか、今のバックジャンプはよくわかんないですね。離れていいことがあるのかどうか、わかんないですが。で、まぁ、今度はワルギリアに5ゲージ溜まってるんでね。まぁ、別にメタ展開通してもいいかなって感じで。で、まぁ、いろいろ C スウェイで近づきつつ、投げて切り返していきましたと。で、まぁ、相手の方もちょっとここはワルギリア出したいなって感じで、ワルギリアが出てきて、これ、私もとりあえずメタ展開して、ぶっ破していくと。まあ、これで切り返されてしまいますが、カウンターブーストがあるんでダメージは割と取っていけて、相手の方に1ゲージ使わすこともできるんで、まあいいかなと。でも2回目のバトル4ブッパーはダメですね。ロノエが5ゲージ溜まってたんでやる意味がほとんどないですね。で、進行とか食らいつつ、ガードブレイクしましたが、まあこれは多分あんまり大きなダメージ入らないだろうなと思ってのことですね。まあ、1000ダメージは食らっちゃってるけど。ガードブレイクは一度するとね、ガードブレイク値が溜まりにくくなるんで、まあ、適度なところでやっていくのもいいかなと。後半ガードブレイクから確定死することもね、この体力状況だとありそうなんで。で、まあまたちょっとリバイアさんのタイムになりつつ、チェンジをしたけど、猫がいじるのであんまり動けないなと。これ地味に結構なんかね、タイミングが空いて、うまいこと猫が入ってくるんですね。で、メタブーストのせいで相手の方のメタゲージももう半分溜まるところだったんで、こっちが先に展開してしまうという感じですね。で、2C からバトラーを呼び出してましたが、うまい禁煙対空でね、やられてしまいましたと。やっぱ悪気にはね、ああいう禁煙対空ができないと厳しいものがありますからね。で、まあいろいろ打ちなさいされて、放題モードですが、まあここはじっとしていくかって感じですね。で、受け手をとりあえずやってもらいたかったんですけど、まあさすがにこの終盤では相手の方も切り返してきますね。で、メタブーストのせいでも相手の方は早速メタ展開できましたが、暗転系の技を使うとこっちも見てから SP 吸収できるので、相手の方も何もしませんでしたと。で、画面端で投げられて、もう時間がないぞって感じで、相手の方も詰めに行きましたね。で、鉄板をひっくり返したのはいいんですが、まあなんか意味のない SP 勝利して、相手の方の金 A が、金 A じゃないか、NA か NB かな。がカウンターヒットして、そこからヒット確認から、ダッシュでエリアルを決められてしまいましたね。ヒット確認からダッシュのコンボは相当うまいっすね。ああいうのができると多分、まあ、ベルン使いに限らず、まあ、ベルンなんかエリアルが強力だから特にそうですけど、強力だと思いますね。実際コンボが決まらなかったら多分ギリギリ体力こっちが勝ってましたんで、まあ、皆さんもああいうコンボは真似できるようになるといいですね。はい、じゃあどうもお疲れ様です。